どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は遊戯王ゼアル主要キャラクター全解説、こちらをねやっていきたいと思います。9月末ぐらいにおそらくですね、遊戯王デュエルリンクスにはゼアルワールドというね新しい世界がねやってくると思うんですが、遊戯王ゼアル、まあ、アニメのワールド、これね私全146話最近全部見まして、一言で言うならば、あのアニメはですね神アニメですね。めちゃくちゃ面白かったです。めちゃめちゃに面白かった。で、多分ね146話あると思うんで見れない人もいると思うんですよ。そんなの今更見れないよみたいな人もいると思うんですよ。なのであのおそらくデュエルリンクスに出てくるであろう主要なキャラクターをある程度全部解説しておきたいと思います。最近見たんで結構記憶は新しいです。早速ちょっとあのやっていく前にちょっと注意事項として、あのネタバレ含むんで、見たことない方でこれから見ようと思ってる人はあの視聴を控えてください。見ながら僕殴り書きしたメモを元にねあの喋るんで、あのそれもちょっと間違ってるところもしあったらすいません、ちょっとコメントとかで訂正するかもしれませんが、とりあえず、まずこの人から紹介していきましょう。全30キャラがいますんでお付き合いください。では参る。さあまずは主人公つくもゆうまくん、中学1年生、遊戯王史上最強にデュエルが下手くそです。デュエルがめちゃくちゃ下手くそだし、あと日本語もめちゃくちゃ下手くそです。語彙力がおそらく僕と同じくらいしかありません。あのフィクションのことハクションって言ったりとか、なんかほんとね語彙力がないんですよ。で、髪型がエビなので、ファンからはニックネームエビと言われています。で口癖は、カットビング、カットビングだ俺と、すぐ言います。であのね、ただしね主人公気質なんですよ。非常に信念は諦めないこと、人をとことん信じること、誰も見捨てないこと、もうザ主人公です。で、敵ですら全員助けちゃうんで、巷ではカウンセラーと言われていまして、ユーマ先生と呼ばれているぐらい、敵さえも助けてしまいます。でアストラルのことが好きすぎます。あまりにももうね BL です。これはもう BL の物語と思っても過言ではない。これはもう BL ですね。で最終話アストラルと合体しなくても、まあ、一人でシャイニングドローっていうね、あなんかすげえ強いドロー方法を、まあ、使えるようになるんだけども、実はそのアストラルがインシエの戦いでラスボスを一回倒してるんですけど、ドンサルザントっていう、その倒した時に実は昔アストラルから分かれてしまった分身だったんですよ、ユーマ君は。実はなので、まあ後からアストラルも説明しますけど、アストラルとユーマは実はもともとは一人の人間だったっていうね、そういうお話。さあそして次はアストラル。ユーマくんの両親の形見の王の鍵っていうのがあるんですけど、王の鍵に封印されていた謎の生命体でございまして、まあ、ジョジョで言うところのなんかスタンドみたいな感じですね。周囲からは基本的には見えないんですよ、幽霊みたいな感じで。なんですけどもユーマにだけはとりあえず見えますと。で武空術の使い手なんで常に浮いています。彼は空中から常に浮いています。で飛びます。だからでナンバーズカードっていう、まあ、あのシーズのね、黒いカードがあるんですよ。ナンバーズって、呼ばれているカードたちが、アストラルの記憶でございまして、でその全ナンバーズがその全現世界に散らばってしまって、そのナンバーズを回収して記憶を取り戻すべく、デュエルを開始するっていう、まあ、そういうねゼアルはねお話になってるんですね。でデュエルが下手くそなユーマ君にデュエルを教える、まあ、先生のような役割ですね。この作中では普段はずっと王の鍵の中に、まあ、閉じこもってる、まあ、引きこもりなんですけども、ヒーローアニメがすごい大好きで、テレビの前でねヒーローアニメを食い入るように見ているねオタクです僕らみたいな、ところもあります。で名言はレベル4が2体来るぞユーマっていうね、もう誰もが聞いたことあるあの名言を残したあの人ですね。さあお次はゼアル、通称スーパーサイヤ人と、言われているこの彼なんですけども、これ何かっていうと、ユーマ君とアストラルが合体してフュージョンすると変身できるんですよ。これね遊戯王なんですけれども、仮面ライダーみたいな変身ものみたいな部分もあって、フュージョンするんですね、アストラルとユーマが。そうするとこの姿になれるんですよ。これゼアルと言われていて、でも変身のセリフがめちゃくちゃかっこいいんですよ。俺と私でオーバーレイ、俺は俺自身とアストラルでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズチェンジゼアルって言うとこれになるんですねかっこいいでしょ、もうかっこいいんですよ。とりあえずめっちゃかっこいい。で最強スキルシャイニングドローっていうね、
あの女がありまして、まあ、遊戯さんっていうところの、まあ、ディスティニードローみたいな感じで引きたいカードをなんとね想像するっていう、もう作ってしまうっていうチート能力を持っています。シャイニングドローを発動するときには最強のデュエリストのデュエルは全て必然、ドローさえもデュエリストが想像する、シャイニングドローって言って、デッキからドローすると、カードが光って、あのすごい演出が素晴らしいことになるということですね。エースは、希望応報プレイっていうモンスターですね。さあお次はゼアル2。これなんて言ってんだろう、ゼアル2って言えばいいと思うんですよ。まあ、スーパーサイヤ人っていうところの、まあ、ゼアルがスーパーサイヤ人1だとすれば、ゼアル2はスーパーサイヤ人2なんですけど、ユーマ君とアストラルが合体してゼアルになれるその姿が3パターンありまして、スーパーサイヤ人1、2、3がいるんですよ。つまり簡単に言うと、でこれは97話、ベクター戦で初登場する、姿でございまして、あの髪がオレンジ色と赤くなります。かっこいいですね、非常にね。でカードをね書き換えるっていうねインチキ能力がありまして、リミテッドバリアンスフォースっていうカードをヌメロンフォースっていう今これ持ってるこのカードに書き換えるっていうか、何カードの効果を書き換えたらとっていうね、それができるっていうね。でエースは希望をホープレイビクトリーっていうね、モンスターになってまして、最終話直前だと結構そのゼアル1から2に変身したりするんだけど、その時にはエクシーズセカンドチェンジゼアルって言ってるんで、まあ、ゼアル2って言っていいと思うんですよね、多分ね。名前ちょっとよくわかんない。さあこれがゼアル最終形態、ゼアル3。もう名前なんていうのもちょっとよくわかんないんだけど、スーパーサイヤ人3状態、あ決してガンダムではありません。遊戯王のキャラクターです、これは。ガンダムではありません言っておくと、ユーマがあのアストラル世界でそのエリファスってやつを倒した後にアストラルを救出するんですよ。アストラルを救出して、アストラルとユーマくんの2人の絆が最大値になったことによってフュージョンするとこの姿になれるんですよ。髪の色は金色、服の色も金色です。完全にスーパーサイヤ人です、これは。通称ウィングガンダム、もはやなんかウィングガンダムみたいな羽生えてるでしょ。切り札は希望王ホープルーツ、または希望王、ビヨンドザホープっていうね、ゼアル2からちなみに変身するときはアルティメットエクシーズチェンジゼアルって言ってこれになるんですよ。もうね、遊戯王っていうかね、もはやね変身アニメですね、これに関しては。必殺スキルはちなみにディスティニーシャイニングドローと言いまして、めちゃめちゃかディスティニーシャイニングドローって言って、デッキからカードを引くのが一応必殺技なんで、多分このキャラクターが出てきたときはおそらくスキルで、ディスティニーシャイニングドローっていうのが追加されると思います。さあどんどんいきますよ。お次はシャークさん、上白涼河っていうのがまあ本名なんですけども、ゆうまくんより1個上の中学校2年生ですね。学校1の札付き、まあ、いわゆる不良、まあ、クローズ0ってことですね。つまり簡単に言うと、で魚族使いですね、ランク3の使い手、結構あれ僕らには割とその馴染み深いあのハンマーシャークとか使います。でシャークさんのまあ、名言、シャークさんの名言じゃないんだけど、なんか何々さんのマジックコンボだみたいなのあるじゃないですか。あれね、シャークさんのマジックコンボだが元ネタになってまして、まるまるさんのまるまるコンボだは、シャークさんがまあ大元のネタですね。究極の外羽です。見ていただければ分かる通り、もうなんかタコさんウインナーみたいな髪型してまして、で妹いるんですけど、妹リオちゃんっていう、あのリオちゃんにはね頭が上がんないんですよ。まあ、極度のシスコンと言っていいでしょう。でシャークの正体が実はてんてんてんみたいなね、ちょっとこれ後でやりましょう。さあお次はシャーク妹、本名上白リオと言います。黒のニーハイソックスにミニスカートという、完全に童貞を殺しに来ている服装をしています。シャークとは双子の妹でございまして、兄貴のね知られざるあの恥ずかしい一面なんかを、さらっとカミングアウトしまして、シャークを困らせるっていう要因ですね、はい運動神経抜群でして常にクール、男性からの人気は多分ね、まあ、人気高いキャラクターになるんじゃないかなと思います。さあこっからは若干モブキャラ感が、あるんですが、まずは鉄尾くん、見た目優しそうななんかジャイアンみたいなね感じなんですけど、体格が大体まあリュウさんと一緒の感じですね。なんだろうな、ちょっと関取り前頭15枚目ぐらいのあの関取りみたいな体格をしていまして、で別名ユーマ翻訳機って言われてるんですよ。あのユーマくん本当意味わかんない言葉めっちゃ言うんで、わかんないんですよね、何言ってんの か, だからそれが鉄尾くんが翻訳してくれることによってなんとかその意味わかるようになるっていうね、はい。でシャークの妹のリオちゃんっていうのがいるんですけど、リオちゃんのことが大好きで、でこの、鉄族が使う切り札はブリキとかのデッキを、使っていました、作中ではね。さお次はですね、小鳥ちゃん、かわいいの、かわいいんですよ。これペロペロ要因ですね、これ。あの簡単にペロペロ要因と言います。チッパイですね、結構。ただあのリュウさんは割とあのデカパイが好きなんですけども、チッパイなんですよ。でもね、異常にスカート短いんですね、異常に短いんですよ。
もうね、これ見えるだろうみたいな短さのスカートを履いてまして、絶妙にパンツただギリ見えないんで、まあ、パンツが見たいっていうのはあります。で、あのかなりロリですね、ロリだ。ずっと見てるとね、可愛くなってくるんですよね。僕あのちっぱいそんなに好きじゃないんですけど、結構ね可愛くなってくるのがこれ不思議なもんで、で切り札はフェアリーチアガールっていうモンスターですね。もう可愛い、とにかく小鳥ちゃんは。さあお次は徳之助、本名表裏徳之助ですね。語尾になんか常にあの裏何々裏っていうのがあのつくのが特徴で、基本的にトラブルメーカーなんですよ。だいたい徳之助から事件が発生するっていうことが多いですね。あのコナン君みたいな感じ、あの彼がいるところに事件起きるみたいな感じですねただトラブルメーカーと言われていて、で語尾に裏がつくことによって、そのゼアルっていうさっきやったキャラクターがあの初めて出てきて、あの一般の人たちがあのキャラクターなんて言うんだっていうシーンになった時に、この徳之助がゼアルーラーって言ったことからですね、一般の民衆にはですね、あのキャラクターの名前がゼアルーラーだと、思われてしまったっていう可愛い一面があります。さあそしてキャッシー、通称キャットちゃん、見た目完全に猫ですね。で猫デッキの使い手ですね、キャットとか猫ってつくモンスターがを使ってると、ユーマのことがね大好きなんですよ、彼女は。で若干そのストーカー気質なところがありまして、ユーマの家に夜な夜な忍び込んでユーマの制服を盗んだりしてるんで、もうシンプルにこれ男だったら絶対捕まってんだろうみたいな。さあそしてこいつはね、ドクターフェイカーって言って、ドクターフェイカーは一応まあ敵、まあ味方に最終的になるんだけど、まあ序盤のゼアルって前編後編みたいに分かれるんですよ。ドクターフェイカー編っていうのとバリアン編っていうのに分かれるんですけども、あのドクターフェイカー編の、まあ、一応ラスボスみたいなもんですね。フェイカー、バリアン世界から、ハルト君っていう、まあ、自分の息子がいるんだけど、息子を守ろうとして悪の道に落ちてしまった一応天才科学者、科学者なんですこの人。こんな格好してますけど一応科学者です、まあ、科学者っぽい服はあるか。ユーマのお父さんと、あと口述するあの345のお父さんの、トロンってやつがいるんですけど、その2人を裏切って、2人をその異世界に取り残しっていう結構闇深い割と、側面を持っている、なんだろうな、悪玉ですよね序盤の。後半のねバリアン編ではねもうほとんど出てこないんで、だから最終的にはすげえ影薄いんですけど、個人的にはまあ一応序盤のラスボスではあります。さあそしてお次はミスターハートランド、これはドクターフェイカーの、手下ですね。まあ敵です。で口癖は、ファンタスティックってすぐ言うんですけど、前編ではフェイカーの手下で、で後編ではあのベクターっていうやつの手下になるんですよ。だからね、あの残念なおじさんなんですね。あのなんだろう、あの悪玉の手下に常に位置づけてるんで、一応影薄くはないんですけど、ちょっと残念なおじさんって感じ。後編で復活するときになぜかハエの姿で復活します。ハエ。さあお次はカイトさんですね。一応ドクターフェイカーの息子なんですけど、18歳、年齢意外と高いっていう、ギャラクシーアイズ使いです。ギャラクシーアイズって皆さん聞いたことありますか？なんならね、主人公よりかっこいいです。アニメ見てると、あの主人公より全然かっこいい。俺は一番好きこのキャラクター。デュエル開始時に言うセリフとか、そのなんかそのセリフ言い回しがめっちゃかっこいいのよ。なんかその遊戯王の DM で言うところの海馬社長みたいなところがあって、若干そのギャラクシーアイズっていうね、ブルーアイズっぽいモンスター使うんですけど、デュエル開始時に狩らせてもらおうか、貴様の魂ごとデュエルモードフォトンチェンジって言って、なんか変わるんですよ服装がね、またこれ変身するんですよ彼も。でその相手のあのキャラクターをそのなんだろうな、倒す直前に言うセリフがもう異常にかっこよくて、懺悔の用意はできているかって言って倒すんですけど、もう一個は貴様の懺悔など聞く価値もないって言いながら、ギャラクシーアイズでね、倒していくんですけど、敵キャラを。もうね、ほんとかっこいいの、彼は。で、弟が大好きなんですよ。さっき、ハルトっていうのを次にやるんですけど、ハルトくんが大好きで、ハルトくんを守るために戦っています、彼は。ネオ・ギャラクシーアイズ・フォトンドラゴンっていうやつがいるんだけど、脳筋力がすごいの。ゴリラ、マジで。使ってるモンスターは、顔かっこいいんだけど、使ってるモンスターは結構ゴリラ。最終的には後で攻撃する敵キャラのミザイルってやつと戦って、まあ、月とかで戦うんですけども、結構ねミザイル戦とかが熱いんだよね割と。エースカードとかエースモンスターの名前がもう完全に社長です。完全海馬社長。さあお次はハルトですね。ハルトはカイトの弟でございまして、体が弱いんですよ。でドクターフェイカーとかカイトはこのハルトを守るために、まあ、基本的には戦ってるっていう感じ。
バリアンのその力を得て、ドクターフェイカーがハルトを一応延命させたっていう、まあ、ちょっと裏事情みたいなのがあるんですけども、彼は基本的にはメンヘラです。メンヘラ、超能力者でメンヘラと覚えていただければいいです。さあお次はゴーシュですね、これも一応ドクターフェイカー一味、なんですが、ね、口癖はねノリですね。ノリ、なんかノリが悪い、あノリがいいのノリ、まあ、大体ノリで解決する男。ね、カードにヒロイックチャレンジャーっていう、まあ、リンクスにもすげえちょっとだけ実装されている、カードの使い手でございまして、切り札がヒロイックチャレンジャーエクスカリバーっていうね、まあこれあの後々ユーマ君に渡して活躍してくれるカードですね。でミスターハートランドの片腕っちゃ片腕なんですが、実はめちゃめちゃいいやつなんですよ。熱いデュエリストで結構熱血感、割と後編ではね、なんかねゴーシュザスターマンっていうのがプロレスラーみたいなヒーローとして登場して、結構なんだかんだそのなんだろうな、ドロワっていう攻術するキャラクターと一緒にユーマ君を見守ってくれる要因みたいな感じですね。結構熱い男、僕は好きです。さあ一応ドクターフェイカー一味は最後ですね、ドロワ、ね、ゴーシュと同じでミスターハートランドの片腕みたいな感じですね、過去のねデュエルの訓練中にカイトに助けられたことによって、カイトのことが好きになってしまった単純な乙女ま気持ちわからんでもないけど結構単純だなみたいな、とこですね。後編でもね基本的にずっとゴーシュと一緒に、ま、行動しているので、ま、ゴーシュとドロワはセットと覚えてもらえばいいかなと思います。さあそしてその他要因で、アンナちゃん、その他要因ちょっと2人ぐらい紹介しておこうかなと思うんですけども、アンナちゃんはね列車使いなんで、まあ、皆さんもよくご存知なんじゃないでしょうか。 OCG とかやったことある人だったら分かると思うんですけども、超ド級砲塔列車グスタケマックスとかいるじゃないですか。あの列車カードの使い手です。でよくたまにいる女の子で僕っ子っているじゃん。あの僕って自分のことを呼んでる女の子、ね、彼女はですねなんとね俺って呼ぶんですよ自分のことを。俺っ子、僕っ子ならぬ俺っ子みたいな、女の子でございまして、とりあえずですね胸がでかいです。胸がでかい、巷ではね超ド級、おっぱいと、言われているらしいですね、超ド級砲塔列車グスタクマックスを使う超ド級おっぱいと、言われているらしいです。さあそしてその他キャラ、1人新月レイ、口癖結構ね面白くてね、よかれと思ってってすぐ言うんですよ。 よかれと思って、僕はよかれと思ってって常に言うんですけども、彼ね結構いいやつで、バリアン世界の、からやってきた警察みたいなものらしいんですよ。まあ要は地球人ではないと、自分では言ってるんですね、でユーマの学校にそのバリアン世界からやってきた警察で、バリアンをなんかその懲らしめるために、まあバリアンを捕まえるためにやってきたバリアン世界の住人だと自分では説明していて、で普段はねすげえドジっぽく見せてるんですけど、自分のことを結構本性を表すと急にねイケボになって、なんかそのユーマに結構なんか偉そうに指示出したりしてくるんですよ。結構 ね優しそうに見えてしっかり者に見えるんですけれども、実はですね彼の正体がねえげつないんですよ。ちょっとこれ後でご説明します。すいません、キャラクターがあまりにも多いので、この後の残りの半分くらいは後編の動画にしたいと思います。同日に多分動画上げてると思うんでね、よかったら続けて見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。